というわけでお疲れ様です。今日はポップマートアンボクシングなんですけど、見てください、この箱。これ何ですか、このサイズ感。これさあ、というわけで久々の原宿ですね。台風明けて秋が来ると思えば、まだ気温的には全然夏ですね。ただちょっと湿度も低くて風も結構強めに吹いてるんで、まあ、秋っぽいといえば秋っぽいかもしれないですね。ちょっととりあえず早速ポップマースさんの方に向かいたいと思います。まあ、前回来た時あの M ダッシュの木田さんと一緒だったんですけど、今日はソロですね。原宿本店、海外の方ですごい賑わっております。よいしょ。すごい、もう広野も気づけばもうこんなにいっぱいシリーズ出てるんですね。やっぱジ・アザーワンがめちゃくちゃ人気です。同じ系統のジシカとか一緒に並んでる感じですね。さあ、スカルパンダのコーナーにはこの巨大ピンズですね。いや、これ作りがすごい。いやーすごいな。そのサウンドシリーズもね、健在です。やっぱ入荷数もすごい多いんで、昔みたいにね、在庫切れみたいなのがないのがいいですね。これは初めて見たかも。これかわいいですね。本店はディスプレイもね、楽しめるんで、見てるだけでも楽しいというね。このディスプレイいいっすね。いやすごいな。ほんとこの木目調のこのモリーのシリーズは本当にすごい。マイケル・ジャクソンのラブブスね。かわいい雪デザインのボトルですね。これ結構かわいいですね。いやちょっと久々に来たんですけど、まあ、多分タイミングたまたまめちゃくちゃ混んでました。で、今日特にラブブの販売とかもなかったんですが、すごい混んでましたね。平日の真昼間なんですが、なんででしょうか。ちょっと移動します。帰ってちょっとね、今日買ったもの開封したいと思います。さあ、というわけでお疲れ様です。今日はポップマートアンボクシングなんですけど、見てください、この箱。これ何ですか、このサイズ感。これで、これめちゃくちゃ小さい箱なんですけど、これね、持ってお店で持った人ならわかると思います。めちゃくちゃ重い。何ですか、ね、この小さくてぎっしり感。
謎の重量感を持ってます。これは一体どういうっていう。でまあね、ラインナップ、そうでこれね、ちょっと不思議な販売をしてて、これポップキューブっていうシリーズで、まあ、ピクサーのコラボなんですけど、まあ、1、2ってあって、これ3まで今出てます。これ今回はちょっと1と2を買ったんですけど、3まで出てて、それぞれ入ってるキャラクターが、9つ9種類ずつ違うキャラが入っております。今回は1、2のキャラがね、もう結構知ってるキャラが多かったので、購入してみました。でお値段がお一つ880円という、ポップマートのブラインドボックスよりかは安い、まあ、半額ぐらいですね。オーソドックスなシリーズで1600円とかなので、ちょっとまあ半分ぐらいのお値段で、まあサイズも小さいんでね、買える感じでございます。ガチャよりちょっと高いっていう感じですが、この重さがね、ちょっと気になりますね。開けてみたいと思います。1の方からいきますか。開けていきたいと思います。1の方はですね、このバズライトイヤーとか、まあ、クラウンですね、ピエロとか、ライトニングマクイーンっていうね、カースのキャラとか、あとはウォーリー、まあ、狙いとしては僕はウォーリーですね。ウォーリー狙いですね、このロボットのね。この羊もね、 3つ顔揃ってるのもめっちゃ可愛くて、まあ、とりあえずどんな感じなのかをね、開けてみたいと思います。これもうち上こういう感じで、おなじみの開封っていう感じで、これどうなんですかね、内袋入ってるんでしょうか。あ、入ってそうですね。ちょっとめちゃめちゃ硬い、なんだこれ、よいしょ。おー、なんかすごい硬い。あ、内袋なんかシースルーっぽい感じかな。いきます、せーの、よいしょ。おっと、これは、あ、スリンキードッグですね。うわ、かわいい。あ、でも真四角ですね。本当に四角い立方体の感じの形で、綺麗な四角形にこのスリンキードッグが収まってる感じで、なんか箱詰めにされてるみたいな感じですね。めちゃくちゃ面白いこれ。そしてやっぱり重いですね。で中には四角形のカードですね、カードとちょっとしたペラが入ってます。こんな感じで、ね、いやーちょっとサイズ感も結構ボリューミーですね。まあ、四角の感じで、その通りではあるんですけど、四角形に積み重ねていく感じのコレクタブルなフィギュアっていう、遊べるフィギュアっていう感じですね。普段のポップマートのシリーズとは全然全く、系統の違うシリーズっていう感じで、このポップキューブっていうものですね。これね、ポップマートのキャラクターで出してくれたらもうちょっとね、ちょっと盛り上がるかなっていう感じもするんですけど、今回はピクサーのね、ピクサーのね、販売という感じでございます。スリンキードッグ来てくれました。いいですね。まあガチャよりちょっと、まあ、ガチャ2回分とかよりもちょっと安いって考えたら、ピクサー好きな人には結構ね、コレクタブルな、集めるの楽しいアイテムかなという気もしますね。なぜかピントがね、合いづらいこのスリンキードッグちゃん、いいですね。なんかやっぱどの方向に置いても安定感はすごいですね、これね。まあ、こっちから見たらもうなんだかわかんないけど、めちゃくちゃ可愛い。さあ、じゃあせっかくなんで、こちらポップキューブ2の方も開けていきましょう。これがね、また結構独特なラインナップで、僕の狙いはカール G さんです。カール G さんかウッディかな。ウッディがね、結構主役級のキャラですよね。あとこれ何のね作品か忘れちゃったんですけど、このアイコニックなこのキャラね、これは知ってますね。そう、あとはまあボーピープとか、そうですね、マイクもまあアイコニックですね。まあでもやっぱカールおじさんがこの形をしてるの中では一番マッチしてるかなっていう感じなんで、カールじいさん狙っていきたいと思います。よいしょ。キューブ2の方がね、箱が青いですね。いきたいと思います。ナンバー2ポップキューブ、せーの、よいしょ。お、これはこの色はじゃあこれか、これザーグですね、エンパイアザーグ、こちらでございました。まあでも分かりやすいですね、やっぱりこう真四角でございます。かわいい、完全に四角形ですね。これも多分どこを下に置いても
めちゃくちゃ安定感ある感じですね。コロンと転がしたくなるアイテムですね。これ本当に壁みたいにね、こう積み重ねて並べて、コレクタブルにね飾るってのもありかなと思いますね。ちょっとこうこの間開封したねボックスブラザーズと並べても同じ箱なんでいい感じですね。いやーいいですね。でクオリティとしてもね、全く申し分ない感じのクオリティで、PVC 製のフィギュアっていう感じですね。ただ他のポップマートに比べてですね、サイズは小さいのにめちゃくちゃ重いので、しっかりこう安定して並べて飾れるような感じだなと思いますね。かわいい。さっきのスリンキードッグと、まあ、だいぶじゃあだいぶねちょっとこれは一種格闘技感があるんですけど、まあちょっとウォーリーとかね、どんなクオリティなのか見てみたかったですね。ウォーリー結構ねクオリティ高そうなんですけど、こんな感じですね。でまあこう上にね、綺麗に積み重なっていくので、まあ本当にピクサーの作品全部もう超えなく好きっていう人には非常にいいアイテムかなと思いますね。逆にこう僕みたいにこうライト層っていうか、そのあんまりこうね全部は知らないよって方には、まあ本当にポップキューブ123ってあるんで、まあ、好きなキャラがいる番号を選んで買うっていう買い方もできますね。というわけでちょっとね、物は試しということで、普段ねあんまりピクサー系は開封しないんですけど、ちょっとこの結構興味湧いちゃって、ポップキューブとは何ぞやっていうことで、まあ、買ってみないことにはねどんなものかは判断わかんないんで、やっぱり実際にこう買ってみてレビューするのがいいかなと思いました。いやーでもまあ引きに関してはちょっとね残念な感じでございましたけどね、バズライトイヤーとかすごい絶対可愛いと思うんで、まあ、ちょっとアイコニックなねキャラが出るまで買うってのもありかもしれないですね。800円なので880円なんでね、まあ気軽にこうトライできるアイテムかなっていう気もしますね。ただまあ最近はねガチャガチャ500円でとんでもないクオリティのものもたくさんあるので、まあ、このサイズ感と重みというかね、この四角形の感じデフォルメ感が気に入ればこっちでもいいかなという感じがしました。今回ね、まあ、どちらかというとこのスリンキードッグが結構ねお気に入りな感じですね。うまく四角形の立方体に収めるとこうなるんですね。普段はあのビヨンビヨンってあの長いダックスフンドのキャラクターなんですけど、まあ、こういう感じで四角にこう綺麗に収まってますねこのアルミっぽい質感はすごいね塗装素晴らしいですね。しっかり金属っぽい感じが出ております。いやクオリティをね生かしたままこういう感じでやるのはすごいね、いや素晴らしいなと思います。で今回ね、比較的これポップキューブ新しめな作品なんですけど、この動画を多分アップしている今日ですね水曜日間に合っていれば、19時からオンラインストアであのシリーズがやってきましたよ。周年記念シリーズですね。オールスターのがきっもう来るのって感じですよね。これ前回のあのちょっとあのシャンパンカラーみたいなあのちょっとこうパーティーみたいなテーマのがついこの間開封したばっかりな記憶があるんですが、またもう来ましたね。14周年かな。で今回は結構まあチャイニーズクラシックな感じでしょうかね。結構なんか、中国のなんか伝統的な感じのモチーフを感じるもので、でさまあ、すごいなって思うのが、まあポップマートさんもね、まあ今流行の、中でキャラクターの流行としてこうキラキラ可愛いものがすごい売れる時代の中、まあ、ああいったクラシックなものを出すっていうのはちょっと王者の貫禄を感じざるを得ないですね。あの感じで出すよりも絶対キラキラポップな感じで出した方がまあ盛り上がるとは思うんですけど、まあまあ中国ね、ああいったクラシックな感じっていうのも挟んでくるところがまあさすがだなと思いました。まあ単純にね、もうあのデザインのネタがちょっともうやばいっていうのもあるかもしれないんですけど、まあちょっと興味ありますね。僕はその新しい13周年の中では久保くんですね。久保くんが一番好きですね。この周年のね、オールスター系のシリーズを見ていくと、今どんなキャラがねホットなのかなとか、そういうのもね結構わかるのもそうだし、新しくねあのメンバー入りっていうか入ってきたキャラクターとかも、久保くんなんてもう本当に新しい最新のキャラクターだと思うんで、そういったキャラをね
オールスターで見れるのも嬉しいですね。というわけで今回はポップマートアンボクシングブログご視聴いただきありがとうございました。さあオールスター記念のやつはね、まあ多分2つぐらいは買いたいかなと思ってる次第でございます。まあちょっと遅くなりそうなんですがね、ついてきていただけたら幸いでございます。必ず開封するのでぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。動画の感じ良ければポチッと高評価をしていただけると励みになります。コメントもお待ちしております。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。